ガブリエル・ユルバン・フォーレは、フランスの作曲家。フランス語による、実際の発音はフォーレに近い。マドレーヌ・ジーン・フランス南部、アリエージュ県パミエで教師だった父のもとに五男一女の、末っ子として生まれた。幼い頃から、教会のリードオルガンに触れるうちに、天聖の学祭を見出される。フォーレは9歳の時に入学した、パリのニーデル・メーエル古典宗教音楽学校にて、 学び、教師で校長であったルイ・ニーデル・メイエールの死後、1861年に、教師としてやってきたカミー・ユサン・サーンスに、ピアノと作曲を指示した。1865年に卒業した後、旅行先のレンヌにて、教会オルガニストの職を得た。1870年、フランスに戻った時には当時勃発していた、フ屈フツ戦争において、不評部隊に従軍志願している。 後パリのマドレーヌ教会で、オルガニストとなり、1896年には、マドレーヌ教会の主席ピアニストに任じられ、また、フランス国立音楽、演劇学校の教授にもなっている。1871年には、サン・サンス、フランクラと共に、フランス国民音楽協会の設立に参加している。父親の死後に作曲された、レクイエムは、 彼の代表作の一つである。他の還元楽や声楽を含んだ大規模作品として、オペラ、ペネロープ、プロメテ、マスクとベルガマスク、ペレアスとメリザンドなどがある。フォーレは、むしろ小規模編成の楽曲を好み、室内楽作品に名作が多い。それぞれ2曲ずつのピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲、バイオリンソナタ、チェロソナタと、 1> 各一曲のピアノ三重奏曲、弦楽四重奏曲がある。また、バラード作品19、主題と変奏作品73、船歌、野奏曲、即興曲、バルスカプリス、前奏曲作品109など生涯にわたって、多くのピアノ曲を作った。歌曲でも、夢の後に、イスファハーンのバラ、祈り、ベルレーヌの詩に曲をつけた。 月の光、20編の内9編を選んで作曲した、優しい歌などかなりの数の歌曲を残している。晩年には、難聴に加えて、高い音がより低く、低い音がより高く聞こえるという症状に悩まされながら、作曲を続けた。ピアノ50奏曲第1番以降の作品は、そうした時期のもので、次第により簡潔で厳しい作風へと向かっていった。 廃炎のためパリで死去した。マドレーヌ教会でレクイエムの演奏される中、国葬が行われ、パリのパッシー墓地に葬られた。フォーレは、リスト、ベルリオーズ、ブラームスらが、成熟期の作品を生み出していた頃に青年期を過ごし、古典的調整が崩壊し、多調、無調の作品が数多く書かれ、微分音、十二音技法などが試みられていた頃に、 晩年を迎えている。中でも、調整崩壊の引き金を引いた、ワーグナーの影響力は絶大で、同時代の作曲家は多かれ少なかれ、ワーグナーに、どう対処するかを迫られた。こうした流れの中で、フォーレの音楽は、折衷的な様相を見せる。ワーグナーに対しては、ドビュッシーのようにその影響を拒否するのでなく、歌劇、ペネロープでライトモティーフを採用するなど、 一定の影響を受けつつも、そのありゅうとはならなかった。形式面では、サン・サーンスの古典主義に留まることはしなかったが、その作品形態は、当時の流行を追わず、古典主義的な楽曲形式を採用した。調整においては、頻繁な転調の中に、時として、無調的な響きも挿入されるが、旋律や調整から離れることはなかった。音階においては、 先方性やドビュッシーが打ち立てた全音音階を取り入れているが、これらに支配されたり、基づくことはなかった。このように、フォーレは音楽史上に残るような新たな様式を打ち立てたりしていない。フォーレの音楽は劇的表現を目指すものではなかったので、大規模還元学を要する対策は必然的に少ない。ただし、火星の領域では、フォーレは、 シャブリエと共に、ドビュッシー、ラベルへの橋渡しといえる存在であり、19世紀と20世紀をつなぐ役割を果たしている。フォーレの音楽は、便宜的に、初期、中期、晩年の3期に分けられることが多い。初期の代表作として、バイオリンソナタ第1番や、ピアノ四重奏曲第1番があるが、この時期の作品は親しみやすく、特に、 バイオリン・ソナタ第1番は、フォーレの全作品中おそらく最も演奏機会の多い曲で、ある。野草曲では、第1番から第5番、船歌では、第1番から第4番が相当する。初期の作品には、明確な調整と、白節感の下で、精神な旋律線が際立っている。旋律を歌わせる際には、ユニゾン、伴奏型には、 装飾的かつ流動的なアルペジオが多用される。ユニゾンとアルペジオは、フォーレの生涯にわたって特徴的に見られるが、この時期のそれは、もっぱら音色の効果や装飾性の息を脱するものでは、ない。フォーレの中期あるいは第、第二期は、ピアノ四重奏曲、第2番、レクイエム、パバーヌなどが作曲された1880年代の後半から、 ピアノ五重奏曲第一番が完成した1900年代前半までと見られ、他に主題と変装、ペレアスとメリザンドなどがある。野奏曲では第六番から第八番、船歌では第五番から第七番が相当する。初期の曲に見られる輝かしく外面的な要素は、年を減るに従って次第に影を潜め、より息の長い。 急進的で簡素化された語法へと変化していく。また、一つ一つの音を保ちながら、火星をより流動的に扱うことにより、白節感は崩れ、内成部は半音階的で曖昧な調整で進行するようになる。こうした微妙な内成の変化の上に、調整的、先方的で簡素な、にもかかわらず流麗なメロディを付け歌わせるというのが、 フォーレの音楽の特色となっている。歌劇、ペネロープやバイオリンソナタ第2番が作曲された1900年代後半からは晩年と見られる。野草曲では第9番以降、船歌では第8番以降。耳の障害が始まり、扱う音域も狭くなり、半音階的な動きが支配的で、調整感はより希薄になっていく。しかし、 この時期の一連の室内楽作品は、壮大な規模と深い精神性を称えた、傑作群である。ピアノ五重奏曲、第二番やピアノ三重奏曲では、冒頭に、ピアノによるアルペジオが見られるが、もはや華やかさとは無縁の、単純化された音型であり、弦のユニゾンもまた、抽象的な高みへの追求あるいは修練性として、働いている。 フォーレ研究家として知られる、ジャンミシェル・ネクトゥは、著書、ガブリエル・フォーレの中で、同時代の文学者、マルセル・プルーストが、フォーレの音楽に魅了されていたとし、プルーストとフォーレを共にアール・ヌーボーに属する、芸術家として位置づけた上で、その曲がりくねり互いに絡み合った長いフレーズと、常時現れる花にまつわる主題は、まさに1900年の芸術を象徴するものである。と述べている。 一般に、アール・ヌーボーは19世紀末から20世紀初頭の装飾美術、デザインに適用される様式概念であり、ネクトゥーの説はこれを文学、音楽に普遍させたものと言える。この指摘は、アール・ヌーボーの持つ装飾性やコントラストでなく曲線重視といった表現性をフォーレの音楽性と通じるものとして見ている。この観点からは、 フォーレの別の側面が見えてくることも事実である。装飾的な音景がメロディーに同化している点で、初期の歌曲、夢の後に、がまず挙げられる。さらに、船歌をはじめとして、アルペジオへのフォーレの傾斜は、晩年まで見られる特徴である。ただし、装飾音であっても、その効果あるいは意図するところは、すでに述べたように、初期と晩年では、相当に違っている。 フォーレは当時のサロンで受け入れられたため、ドビュッシーをはじめとして、フォーレの作品をサロン音楽と賠償化して受け止める風潮も現在まで存在する。とはいえ、それはその高貴さ、崇高さの現れとも考えられ、フォーレの音楽は特に中期から晩年にかけてのそれは規模の小さな作品においても、ただ柔らかく上品で、 洗練されているというだけで終わってはいない。ごく自然に流れる音の流れが、実は伝統的なあらゆる手法を駆使した独自の緻密な構成によっている。1906年に、フォーレは妻に宛てた手紙でピアノ四重奏曲第2番のアダージョ楽章について触れ、存在しないものへの願望はおそらく音楽の領域に属するものなのだろうと書いている。また、 1908年には、次男フィリップに、私にとって、芸術、とりわけ音楽とは、可能な限り人間を今ある現実から引き上げてくれる、ものなのだと書き残している。フォーレは、死の二日前、二人の息子に次のような言葉を、残している。私がこの世を去ったら、私の作品が言わんとすることに耳を傾けてほしい。結局、それが全てだったのだ。 フォーレは1896年にマスネの公認としてフランス国立音楽演劇学校の作曲家教授となっておりその門弟にはモーリス・ラベル、ジャン・ロジェ・デューカス、ジョルジェ・ネスクラがいる。ラベルがローマ大賞を落選したいわゆるラベル事件により1905年にはテオドール・デュボアの公認として音楽院委員長となり音楽院改革を行った結果 ロベスピエールとあだなされるようになったが、この時の改革のうち、入学前の生徒の教授との癒着を避けるため、音楽院の外部者に入学審査を行わせたことは、現在でも入学審査に必ず音楽院の外部者が加わっているという形で受け継がれている。このように彼は優れた音楽教育者としても知られている。レクイエムで知られ、教会オルガニストであったことから、 経験なカトリック教徒というイメージが強いが、フォーレ自身、必ずしもそうでないことを認めている。実際、若い頃のフォーレは、強愕的な傾向を持ち、1883年に、彫刻家エマニュエル・フルミエの娘、マリーと結婚した後も、90年代前半は後に、ドビュッシー夫人となったエンマ・バルダックと、後半は、イギリスの学府出版社の夫人のアディーラ・マディソンと、 関係を持ち、そして1900年、プロメテ初演時に、アルフォンス・ワッセルマンの娘、マルグリット・アッセルマンと出会い、その後彼女を生涯旅行などに付き添わせるといった、愛人たちとの交際を続けた。なお、妻、マリー・フルミエとの間には、息子エマニュエルとフィリップがいる。エマニュエルは、動物学者で専門虫の研究者、フランス動物学協会会長、 科学アカデミー会員となった。また、フォーレの孫とされる、フォーレ原田という日仏根血の画家がいる。本人によると、フランス人の父、日本人の母の元アビニョンで生まれ、フランス、ドイツ、日本、インドなどで教育を受け、日本とアメリカに暮らしながら、全アーチストとして外国人に住み絵を教えていた。以下、オーバス以下の数字は作品番号を示す。 全曲リストは、フォーレの楽曲一覧を参照。現在ではほとんど上演されないが、フォーレには、以下の2曲の大作がある。ネクトゥーには4冊の研究書があり、近年の研究の進んだものとして知られる。この他、フォーレ関係の著作には、次男フィリップ・フォーレ・フレミエの伝記、弟子のエミール・ビュエル・モーズ等のフォーレン、またアルフレッド・コルトマルグリット・ロン等による、 ピアノ曲の解説などがある。ありがとうございます。